立ち上げがね終了して、今ね、水を入れてね、こんな水系になりましたっつってあのね動画の最後に、ね、それつけようと思ったんですけど、なんかね白濁りが発生しちゃいました。これわかりますでしょうか。これすげえ、なんかあのバスクリーンなんだろう、あの白桃とかのねバスクリーン入れたような水になってますね。この水槽実はですね、前にね釣ってきたワカサギをこの水槽で実は飼育しようとしてまして、でワカサギがねしばらく入ってたんですよ。実はこの水草水槽になる前ね、まあ、10日ぐらいかな、2週間ぐらいかな、まあ、忘れましたけどワカサギ入れてて、で多分ねそこである程度バクテリアが繁殖してたんだと思うんですが、今回ですね、ちょっとリセットでかき回してしまったんで、それによってですねあのバクテリアがね死んで白濁りが発生してしまったのかなと考えてます。はい、で、まあ、せっかくなんでねこちら PSB、 ちなみにこれねあの3年熟成ものの PSB です。はい、ね、3年我が家で熟成させたPSB、 これね確か白濁りとかにもね効くんじゃなかったっけ、そういうのは書いてないかな。うん、まあね、これちょっと白濁りしたね水槽に入れて効果があるのかどうかちょっと試してみようかなと思います。で過去にね白濁りした水槽に入れた際にですね効果があった経験があるので、まあ、ただね3年熟成してますんで、まあ、それが、ね、現在どうなってるのかと。ただこれ使用期限みたいなのあったっけ、本体にはね一応書いてないんですよ。ただメーカーのホームページ見ればもしかしたらあのいつまでにね、使ってくださいみたいなのが、あ、一応長期保存や夏場は冷蔵庫に保管してくださいってありますね。もう夏場がっつりね常温に置いてたんで、それがね効果あるのかどうかせっかくなんで、ね、ちょっと試してみようかなと思います。はい、60センチにはキャップ3分の1ですね。キャップ3分の1よいしょ、効果あるかな。はい、まあ、3分の1ちょっと多めに入れようかな、怪しいから、まあ、生態入ってない水槽なんで水草以外は。はい、こんな感じでね、今半分ぐらいキャップに入れました。これをねちょっと水槽の方に入れてみようかなと思います。こちらにね、こちらから投入します。草 PSB ね結構独特な匂いするんで、はい、 PSB の方が入りました。これでねちょっと、次の日、早ければ次の日、まあ2日ぐらいで効いてくるんじゃないかなとは思うんですけれども、これが生きてればねなんでちょっとね今回それを、試してみようかなと、ついでにね試してみようかなと思います。はい、もう手がめっちゃ臭い手についた。はい、じゃあ次の日までカット。はい、おはようございますなんかね、昨日 PSB を入れて、一晩経ちましたらですねだいぶ濁りの方が取れました。条件はねほとんど一緒ですね。まだ水槽自体の照明はついてなくて、部屋のねあの明かりだけつけて撮影してるんですが、ちょっと後ろのね光が入ってて分かりづらいかもしれないんですけど、まあでも昨日は本当にね全然後ろの方見えなかったぐらい濁ってたんで、明らかにね濁りが取れたんじゃないかなと思います。こいつ効果あるぞこいつ効果あるぞ、やっぱりこいつの効果かな。うん、フィルターにはなんか特別なもの入れてないんで、まあ、ウールマットとか、リングル剤とかサブストが少し入ってますかね。うん、でもほとんど常備フィルターにはウールマットで、やってるんですが、なんかねいいみたいです。はい、多分この PSB が効いたんじゃないかなと。あの白濁りは多分ねろ過だけじゃ取れないと思うんで、一晩じゃ、やっぱ効果ありましたね。はい、まあ、引き続きちょっとね観察していく行こうかなと思います。はい、昨日 PSB を入れまして丸1日ね経過しました。朝よりもねさらに濁りが取れたんじゃないかなと思います。はい、ですが、まあこれだとちょっと分かりづらいかな、このようにですねちょっと分かりづらいんですが、油膜が発生しております。もう尋常じゃないほどの油膜ですね。あの濁りが全てね上に行ったかのような油膜っぷりです。はい、
で、ですね、声帯を入れるのはね、もう少し後にしようかなと思ったんですが、あまりにもね、油膜がひどいので、生物兵器のね、ライアーテールモーリーをね、こちらに入れたいと思います。よし、頼むぞモーリー、綺麗にしてくれ、油膜を。よし、いた。よし、ちょっとね、見えなくなっちゃいましたけど、これでね、ちょっと一晩置いて様子見たいと思います。はい、おはようございます。モーリーを導入してから一晩経過しました。まあ、だいたい12時間ぐらいですかね、時間にすると。油膜の方はですね、このようにちょっと見えづらいんですが、昨日よりは減ったかなって感じですかね。ただ完全には取り切れていません。あ、こう分かりやすいかな。ちょっとライトの関係でね、濁ったように見えるんですが、肉眼で見る限りはですね、水の方は全く濁っておりません。白濁りした時はね、どうなるかと思いましたけれども、これならね、とりあえずは、このままね、落ち着いていくんじゃないかなと思います。はい、ですがね、ちょっとね、水のね、何でしょうね、なんか水替えしたくなっちゃったんで、念のためね、今日はね、水替えを行いたいと思います。はい、油膜発生、いや、水槽立ち上げから3日、4日、あれ忘れた、忘れましたけど、油膜の方がもうだいぶすっかりなくなりました。昨日ね、水替えしたんですが、そのおかげもあってですね、このように、油膜の方はね、綺麗になくなっております。モリの効果もね、多少出てるんじゃないかと思いますが、これであとはね、安心して放置というか、水替えでね、様子を見れます。いやー、ちょっとね、一時どうなるかと思いましたけどね、あまりにもすごい油膜だったんで、あんなに真っ白になったことないですね。初めての、油膜問題でしたね。油膜じゃねえや、あの白濁りでしたね。あの時、前にね、エンゼルフィッシュをね、飼ってた時に、ヒーターのね、サーモスタット入れ忘れて、もうね、水温が50度ぐらいだったのかな、あの時水温50度ぐらいになっちゃって、ね、エンゼルフィッシュが全滅してですね、その時にですね、一応水替え全開して、その後にですね、コイドラ水槽に移行しようかなと考えてまして、水替え全開して、しばらくね、置いとこうかなと思ってたんですけど、その時にもですね、水が白濁りして、もうね、そのエンゼルフィッシュから出た油なんですかね、水面にね、もう油がギトギト浮いてる状態だったんですけどね。その時にもね、 PSB 使ったら濁りが取れてね、よかったんですけれども、はい。その時以来ですね、あれだけ濁ったのはやっぱり PSB ね、多少というか効果あるんじゃないかなと思いますね。今回は白濁りしてね、速攻 PSB 導入しましたけれども、前回はですね、3日ぐらいそのまま白濁りのまま放置してて、これじゃダメだっていうことで、水替えした上で PSB 導入したんですが、なんかね、効果あるみたいですね、 PSB。 はい、まあね、そんな感じで今回はね、PSB のね、効果を、ついでにね、検証できたのかなと思います。はい、あとはね、まあ、有形層を追加したりしてね、この水槽の方もですね、レイアウトね、ちょこちょこ変更っていうかね、撮影していければなと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。